はい、あなたたちは誰ですか？はい、お掃除ユニット熊本クリアーズです。研修生カリンです。よ、ここどこ？ここ。お、なんだあれは？あれ、くまもんです。お、踊れる2人？はい、はい、踊って、はい、いいよ、いいよ、はい、いいよ。はい、ありがとうございます。これ何、熊本の人はみんな踊れるの？踊れます。みんな踊れるの、はい、よし、じゃあ、今日は何しに来てんの今？お掃除。あ、ごめんね、お掃除してるところね、はい、あの今日はね、ちょっと熊本のいいとこ紹介してください。じゃあ掃除しながら行きましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、普段は何よく掃除してるんだ？毎月、はい、正月組に3回下通りをお掃除してるんですけど、はい、熊本の街をいろんなところをお掃除に行ってます。はい、はい、お、かみちゃんも頑張ってんね。ごめんね、あの掃除しなきゃいけないけどね。はい、ちょっと今日は無理やり。はい、ありがとうございます。ここは何、はい、よく遊びに来るの？はい、ここは昼も夜も結構栄えてて、はい、人がいっぱいいるんですよ。なので私も結構遊びに行きます。お、はい、何、熊本クリアーズって何、普段どういうことやる、はい、の？あのお掃除ユニットなので、うん、結構お掃除したりとかもしてて、うん、はい、今日はお掃除してて。そうなの、あ、はい、そういうのよくやってるんですか？はい、なんか今日どこ紹介してくれるってことで、あのですね、はい、まずここ、なんだこれ、クマバーって言います。なにこれ、おー、クマバー、なにこれ、クマバーって。ちょっと入ってみましょうか。ちょっと中に入ったらわかります、はい、これでいいね、ベタベタですね。はい、じゃあ熊本クリアーズの2人がクマバーに潜入。ちょっと壁見てみてください、これ。なんだこれ、可愛くないですか？ほら、おー、見てみてくださいよ。すごいね、クマバーも掃除しちゃおうかみたいな感じですね。あ、本当だ。はい、じゃあ入ってみましょう。はい、こんにちは、クマバー。おー、ね、お店まだ始まる前なのにね、入ってきちゃいましたけどね、すいませんね。こんにちは。はい、じゃあちょっといじってください、どういうお店なんだか。ここのお店は、見てください、はい、そこのカウンター、のバックカウンターがすごい、すごいですね。28種類も、はい、あの熊焼酎、全部の蔵が置いてあるんですよ。お、なら目の前にくまモンがいますよ。くまモンがね、主役みたい。今くまモン何やってる？くまモンお酒飲んでる。あ、はい、酔っ払わないようにね。じゃあかいんちゃんもなんかちょっと乾杯しましょうか。乾杯。はい、ここは何だろう、はい、いろいろなお店あるけど、ちょっと メニューもなんかね、くまモンのね、メニューがあったりね。ここ壁も全部、本当だ、クマモンが至る所にいます。うわ、すごい、クマモンの夢にはたまらないですね。本当だ、メニューを。よし、じゃあちょっと行ってみましょうか、カリンちゃん。ほら、もうちょっとね、あのクマモンの大きさね、カリンちゃんと並ぶとどれぐらいの大きさだかね。まあこれ本当、等身大のクマモンはここのお店に来ると、見れますのでね。はい、そうなんです。よし、どう一緒にいてみて。なんか兄弟みたい、うん、じゃあクマモンのほっぺにチューしてみましょうか。オッケー。はい、ありがとうございました。じゃあ店長、ありがとうございました。じゃあ、次の場所行ってみましょう。はい、はい、次どこへ紹介してくれるか。じゃあ、ごめんなさいね、あのお店も掃除しながら行きますんでね。じゃあ次の。はい、ありがとうございました。いいところを紹介したいので、ついてきてください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。会場行くと借りていいですか？はい、すみません、借ります、借ります。はい、じゃあ、ちょっとクマモンちゃんも一緒に。はい。よし、行こう。はい、行こう。はい、カリンちゃん、あ、カリンちゃん、くまモンちゃん似合うね、一緒にね。ちなみにですね、さっきの場所、はい、1人だけ、あ、1匹だけくまモンが違う表情をしているところがあったので、はい、あら、それはぜひ行ってみて。よし、じゃあ次のところ紹介してください。おー、ちょっとくまモンちゃんの顔も見せながらね。あ、いいですね。はい、あとどうでしょう、熊本の良さをいろいろアピールしてください。熊本は水と緑がすごい綺麗な町なんですよ。はい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 、で、私たちはそこの町をますます綺麗にしようと思ってお掃除して頑張ってます。お、カイちゃんはどう、楽しい？楽しいです。アイドル楽しい？はい。おいつも今練習中なんだよね。あ、そういえば、そう、お二人何歳なんだっけ？
私は20歳です。はい、私9歳です。9歳、9歳って言うと何年生？はい、3年生です。3年生、何流行ってんの？熊本弁とか。お、何何教えて。熊本弁よかばいとか。よかばい、じゃあもうちょっと、じゃあ3行きます。よかよか、可愛らしく言ってね。3、2、1、よかよか。はい、じゃあお姉さん20歳言ってみましょう。はい、3、2、1、よかよか。すぎゃんとよかよか。よかよか。はい、じゃあ次、あ、そうね、さりげなくね、ちゃんとお掃除もしながらね。はい、次の場所は、こちらです。はい、どこですか？お、見てください。お、なんだこれ。カラオケビッグエコーって言います。はい、これはなんすかね。熊本、熊本城。お、熊本、じゃあ行ってみましょう。ここは何があるんですか？熊本のお部屋があって、はい、さあ、おお、またなんか変わったのがありますよ。これは、はい、熊本のお部屋。じゃあ熊本のお部屋行ってみましょう。はい、はい、レッツゴー。はーい、4階です。4階にあります、例のお部屋は。はい、よく何、2人は歌の練習とかも、はい、ライブとかするんです。してます。そう、熊本クリアーズはどこに行けば会えるのかな。はい、私たちは、うん、明日12月1日日曜日がデビューイベントになってます。お、はい、で、なんだっけ、ゼロがつく日に会えるんだっけ。はい、毎月あの下通りをお掃除してるので、はい、下通りにお掃除しに来てくださったら会 え,、はい、会えます。なるほど。はい、あ、そうか。ちなみに、はい、ここです。なんだこれは。この部屋にはこうやってちゃんと印がついてます。はい、おーしょ、じゃあ開けてみて。はい、じゃあ入ってみて。いいよ。はい、さあ、どんな部屋でしょう。すごいね。クマモンがいます。ここ見てください、ここ注目です。おお、でっかいクマモンです。すごいね、壁中もね、テーブルもクマモンです。クマモンだね。おお、ここもクマモンだね。よし、じゃあね、せっかくもうそろそろね、時間も近づいてきたんで、じゃあ、2人でせっかくカラオケに来たんで、はい、クリアーズの歌でも歌ってもらおうかね。本当ですか。はい、じゃあマイク持って。はい。いいよ。いきますよ。はい。もうちょっと、はい。じゃあ、くまモンね、見せながらね。はい、いいよ。はい。せーの、3。はい。クリーク楽しく、お掃除しましょう。クリーク気持ちが、晴れやかになる。綺麗にすれば心も輝く。イエーイ。お、ありがとうございました。はい、じゃあ最後に締めてください。じゃあ、はい、いいよ。はい、じゃあみんなも、うん、このお店とかに来てください。来て、 OK。 はい、熊本の街、いろんなお店が下通りにもいっぱいあるので、ぜひ皆さんで遊びに行ってください。はい、いっぱい熊本を探してね。熊本クリアーズさんでした。はい、ありがとう。